皆さんこんにちは、マイノリです。ということで今回はちょっと攻め方についてね、お話していきたいんですけど、ちょっと本当今回ね、細かいここまで話すべきかちょっと迷うなっていうぐらいちょ細かいことだったんですけど、そういうことこれからねちょっと動画の内容とかそういうのを考えたんですけど、今まではもうこの動画出せばね、もうほとんどの人が参考になるだろうっていうようなちゃんとした動画を作ろうと思ったせいで、あんまりこう動画を作れないっていうか、いやーこれ作ってもそんなに多くの人には参考になんないな、ちょっとやめようかっていうことがすごい多かったんで、そうじゃなくてね、もういろんな皆さんからの質問とかこれ説明してみたいなっていうことはもうどんどん動画にして出していきたいので、なので皆さんにとってはまあどれかね、このなんだろう、毎日例えばね、毎日動画投稿されてて、その中のどれかが参考になればいいなぐらいの感じで、見ていただければなと。全部の動画が参考になるっていうのはかなり作る側としてもすごい難しいことなので、ちょっとその辺はご了承して、はい、もらえると嬉しいなと思います。で今回ね、何を話すかっていうと、ちょっと攻める時に時間かかっちゃう、結局残り30秒15秒やべえもう攻めないとっていう風になったりすると思うんですけど、これのなんでそうなるかっていうことの一つの要因だと思う、ちょっとねこれ説明してないってことがあって、それをちょっと説明していこうかなと思うんですけど、例えばね、じゃあここちょっとここで湧いてるんで行くんですけど、ここまでは比較的安全に行きますよね皆さん、はい。でその先ドローンで見ますと、お敵いるかここにいるかとパーッと見て、あいないいないってなった時に、例えばですよ、ここいない、サーバーいない、僕がもしこの立場同じような状況だったら、サーバーいない、サーバー階段いないで、吹き抜けもいないで、この落とし戸巻いてないで、味方ももうこの辺、ごめんなさい、地下攻めてる時ですねこれ、味方ももうこの辺、吹き抜け取れてる、ある程度も取れてる、ここ味方敵来ないなっていう時に、まあここ今じゃサーバー入れますよね、入れるんだけど、結構ね初心者の方に多いのが、入れるんだけどそのままドローンを中まで回して、じゃあ拠点はどんな感じかなって見ちゃう人がすんごい多い。そうじゃなくてもう入れる瞬間に入っちゃう、どんどん距離を詰めていく、ボムとのね、はい、ここまで入っちゃう。でもしあれだったらもうこことかにクレーマーを置くなり、階段まで上がれるんだからここにクレーマーを置くなりして、ここからの敵の侵入というか、それを止めといて、でここでしっかり、すぐボムに行けるような位置でドローを回す。でなんでこれが大事かっていうと、例えばですよ、これちょっと一つの例なんですけど、ここの、監視室か、ここにいないと、ボム中いないいないぞ、じゃあ次はって見て、ここに敵がいます、でここでがっつりドローを見てるなり、なんか補強してる、工事してる、でこの辺カバーいないってなった時に、僕がもしね同じ状況ならもう、わちょっと待ってこれ倒せるやんつって速攻突っ走って、もう簡単にこうそいつ倒してまた戻ります、はい、倒せる時そのタイミング的にね、倒せる時は倒してすぐ戻ってもう一回、さあじゃあ次どうしようみたいな感じでやります。でこれをしたくなった時に、もしねここにいるとどうなるかっていうと、おなんかやってるやつ倒せるじゃん、今カバーもいないし、ちょっと今のうちだって言ってからこうこうやっちゃうと、もしかするとっすよ、なんかのあれでこうサーバー階段を降りてきてる敵がもうその間に来てるかもしれない、はい、それからここに行ってその倒したい敵まで行ってシャってやった時にはもういなくなってるとか、そういうちょっとした本当もう1秒あるかないかの差なんですけど、これがすごく大事 でそれからその今言ったサーバー階段降りてこないように、最初行ったパターンの場合だともうこことかにねクレーマー置いてるんで、このねクレーマーって、まあ、壊される壊されないどっちにしろね、やっぱ置いてるだけで、あ裏一応ちゃんと、クレーマー置いて警戒してるってことは、もしかしたら、まあ、1人2人いてねもうサーバー結構攻めきってんのかなとか、そういういろんな相手にもね考えさせることできるんで、ちょっとあるかない、あるのとないのでも結構違うんで、まあ、そういうことも踏まえてやっぱり行ける、部屋、入れる部屋っていうところはどんどん詰めて、でボムに近づいていきながら、攻めをどんどん進めていく、ちょっとずつちょっとずつ一気にこうドローンでね展開を決めていくっていうよりは、ちょっとずつこう中に侵入していきつつ、ですぐその攻めるタイミングを、見計らって、お今いけるぞっていう時にすぐパッといって、設置でも何でもいいんですけどいけるようにするためには、入れる
ボムじゃない部屋とかっていうのはどんどん入って、でまた泥を触ってみるっていう風な動きがすごく大事なので、これね本当細かい話ではあったと思うんですけど、本当1秒あるかないかの差なんで、けどこの差ってすごく大きいので、うん、ぜひね皆さんこれ意識して、これから攻めるときは泥を見てね、あ、いけるぞ入って、でクレーマーを置いて裏からの侵入をとりあえず、阻止して、そこから正面見て、入れるタイミングを見計らうとか、そういう風な、展開ができるので、ぜひそういう風な、考え方というか攻め方してほしいなと思います。はい、というわけでちょっと細かい話ではありましたが、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしています。バイバイ。